にちは、こんばんは。ゲーム動画のです。前回スジョンガにやられてしまいました。なので立て直しです。オリティール玉内戦、疲れは結構溜まってるなということで、やっていきたいと思います。さあ、やっていきますか。ちょっとボリュームがね、高いとダメですよね。聞こえなくなるので、行きましょう。22% のホームです。圧倒的勝率が高いです。勝ち行きたい。点のチャンスだったんだけど、ホームはなかなか強いですね。怖い怖い、危ない危ない。しまって申し訳ない。本丸に突っ込まれた。本丸強いんですよね。これ負けると3敗目です。ちょっとやばいかな。なぜ？いますよ。そこ強いからね。簡単に負けないだろうし、かなり厳しくなります。あーと、まだチャンスがある。くるみ、左急いでしまった。あー、真面目につらいな。ちょっとエンカ入れよう。エンカイエローカードしつもらってるけど、さつきがちょっと気にな、昔強かったのに、ね、そんな強い印象がない。さつきはミッキー3人交代して、仕掛けます。ファールです。さあ、これちょっとコーナーキックに準じますからね。やばいです。嘘だろ？なんでペナ、
回る。おっと、ここまで外した。助かった。今度は外しましたね。あっと、うわー、オフサイドか。あったと思ったんですが、これはノーホイッスル。取られてしまった。交代枠は聞きません。これに必死に走る。そこはライダーのエリカか。エリカはまだフレッシュです。なかなか強くならないですね。400回以上やってますけど、なかなか優勝が遠い。さすがだな。え、なんでみゆき出しちゃうんだ。すぐ出て、危ない。かなこクリア。ここにいいと思う。ファールですね。これは悪質、イエローカード取られました。本丸退きますね。かな。守備がとにかく硬い。ハーツ。どうだ、エリカ、ダメだ。もう残り時間がほとんどない。アディショナルタイム3分。ラストチャンス。横にそれてしまった。バンジキュース、あー、負けてしまいました。1点も取れなかった。これが結局唯一の決勝点になりました。バーに振られた。もう今度は悔しいね。左に外してやります。さあ、ここですね、ペナルティーキックになりますが、これを上に外してしまって2点差とはなりません。もうすごいかったな、演技って。さあ、これラストチャンスだと思って踏んでたんですが、何かずれてしまいます。さあ、その前に1回オフサイドがありましたよね。向かい喜び。ということで、広告を見て課題をいただきます。うわー、これは痛い。2位はそのままですね。チェスト今年は負けたのかな。リバース大阪が勝っておりまして、これで3敗目、リバース大阪が独走しております。ありがたい。オードリーですね。強いって印象はないですけど、1戦目どうだったっけ。
ちゃ勝ってますね。倍だけど、まあ、これは頑張ってる感じですね。ホルテールハワーツ、ここもなかなか強いな。というわけで、ここまでになります。残念でした。ご視聴いただきありがとうございました。ゲームトークの方です。